周り見てたろ。さあ、18番目の選手になりました、森北泰選手。座って。双葉高等学校から慶応義塾大学の経済学部の3年生になりました。このケイス選手はオーストラリアで生まれましたクライスウェルクロス、18歳の女性馬。さあ、残すところあと5組ですので、現在トップを走ります百瀬ライディングファームの森下理沙選手と全ノエルブルース、優勝が確定いたしました。順位はまだ分かりませんが優勝確定です。この後表彰式です。ゆっくり。さあ、ダブル障害から第7の垂直障害、ゆっくり、ゆっくり。さあ、9番障害を抜けてきました。最終の10番の草障害、これを抜き出しまして原点上です。で、走行タイムが64秒48、これで6組の優勝決定戦となったのです。波足最初で8のあの3です。8、9、5、6、AB、7、2、さあ、優勝決定戦ジャンボール6組目になりました。現在2人の選手が出ている。トップを走りますのは今日のライディングファームの森下理沙選手、46秒97が現在トップ。さあ、その後が先輩になります、大学大学4年生の高橋選手、52秒43と続いております。さあ、スタートに向かいます。減点ゼロできますと優勝が確定いたします。飛んだら左、左、左、この選手も左からいきますが、で、その後左まで回って、ゴー、ゴー。さあ、そして代表の草障害の大丈夫です。どうした、はい、水色食べれ。さあ、ここまで限定がありません。残すと、あとわずかですが、ここはちょっと大きい番組だった。どうした、慌てない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 。さあ、第2の草障害から残すことは1つになります。最終の10番障害がここで出されました。走行タイムが50秒67、50秒67、1つの障害が与えられます。減点が4